はい、皆さんこんばんは。星空トーク15 minutes、今夜も15分間で、天体写真の語りを、やっていきたいと思います。今夜はですね、関西で有名な方といったら、キリさんですね。キリさんとトークをしたいと思います。キリさん、どうぞよろしくお願いします。はい、こんばんは。こんばんは。今何やってました？画像処理ですよ。画像処理ですか。ちょうどね、マスクをブラシで描いてたところです。あ、お得意のって、まさに僕の方か。僕が伝授した。やらない。いや、もうね、今後はね、ブラシで、ブラシでこう、ゴシゴシ擦ることはないですよ。だけど、円形ブラシぐらいやったらね、やりますよね。そこはもう、オープンにしていこうかなと。こうマスクにこう円形でね、っていうのをこうオープンにしておこうかなっていうふうに思ってますけど ね、グラデ使ってるにしても同じやもんね。そうですね。一緒一緒、線形グラデ、円形グラデ、それはね、よう使いますよ、僕も、ただね、やっぱあれですよ、関ヶ原ね、キリさん、来ていただいて、で、東京ね、東京のオフ会、やったんですよ。はいはい。そしたらまたね、近江商人さんね、2回こう、投資で見たんですけどね、やっぱあの人ね、下素材でね、フィッツレベルでかなり追い込んでるんですよね。はいはい。かぶり処理とかね、XY、XY って斜めでこうやらないとか、なんかね、すごいですよ。きちっと決めてね、毎回こうやってますね。あれをやってるから、つまりその、フォトショップに入ってから、もうそういう線形円形とかあんまりもう使わないんですよね。どう思います？いや、僕は、一つあの時ね、見て思っていたのは、ダークフラット処理するじゃないですか。はいはい。その後に先に、かぶり処理をやる方がいいんじゃないかなっていう、冷却やからそう思うかもしれないんやけど、でかぶり処理してから、アライメント、でスタックかな。はいはい。あ、つまりコンポジット後じゃなくて。そうそうそう。ああ、なるほど。あのね、そうですよ、まさにね、僕も今ね、処理をしてるんですよね。一つの素材やってんだけど、やっぱりね、 L も RGB もね、L なんか特にね、もう一枚一枚かぶりやってます。そこでほら平均化されるじゃないですか。それでもね、少しは残るんだけど、残るんだよね。あれはね、こう綺麗に撮るっていうことがなかなか難しくて。なるほどね。僕ね、最近発見したのはね、RGB でね、CCD スタックでコンポジットじゃないや、 RGB 合成するじゃないですか。RGB 合成してしまうとね、ほら、小数ピクセルとか、補完が入るでしょ。はいはい。リサンプリング、で、そうするとノイズの感じが変わっちゃうんで、だからそれをしないで、もうあらかじめステラーイメージで整数のピクセルだけ、なるべくこう RGB が合うようにしといて、で、あらあらで合わせちゃうんですよ、 RGB。後からもう分解するっていう前提でね。でもう仮で合わせちゃって、星の位置ちょっとずれてんだけど、そのカラーの状態を睨みながら、もうその XY のかぶり傾斜補正をする。ほんでね、色のそのほらかぶりって強調するとほらノイズがバーッと出るから分かりにくいでしょ。だから都度、画像を複製して、で 4×4 ビニングとかで、滑らかにして、その色かぶりの傾向を見て、また補正するの繰り返し、これ結構使えますね。なるほど。そうそう。そちらはどうやってやってます？いや、僕はもうオーソドックスですよ。強調して、で普通にモノクロでかぶり処理。そうそうそう。あ、モノクロでやってる。あ、そうですか。もうだからバラバラで、例えば全部で30枚あったら30回やるわけ。すごいね。でもそれが一番いいかなっていう、自分的にはね。人間のそのね、操作のばらつきとかあるからね。
うん、まあそれが一番いいんでしょうね。とかまあほらかぶりの方向とかがね、うん、刻一刻と変わっていくじゃないですか。そうそうそう、うん、そこも大きいですしね、うんうん、本来はそこが正統派ですね、うんうん、そうそうそう、それはあるな。まあそれが今のところ一番かな、一番いい、うん、いい方法かなっていう。ええー、うん、あ、なるほどね。まああとは、うん、まあこの間ちょっと、うん、先週の土曜日かな撮影行ったんやけど、まあその時からちょっと撮影方法を変えたというか、はいはい、まあ RGB をしっかり撮ろうという。どういうことですか。今までまあ2枚3枚とか短くしてたけど、はいはい、やっぱりワンショットの録音時間を伸ばしたってこと？いや10分やけど6枚撮ろうと6枚も？なんで？いや、やっぱり僕ら F4 でしょ、レンズ使ってんの、で2枚3枚じゃやっぱり情報量っていうのがやっぱり少なすぎるんよね。なるほど。イプシロンの場合はねそれでいけるんでしょうけど、うん、まあ明るい多少はね、うん、だから、うん、6枚で、まあ、で L はどうしたんです？うん、L は12枚。とことん録音するってことですか。そう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 。まあ時間が許せばね。うん。一対処にこう。だから5時間やね。うん。うん。すごいな。じゃあまあ素材的には自由聞くでしょうね。そうやね。うん、色はやっぱりしっかり乗ってくるから。出てくる。うん、あ、そうか。まあだから言い訳できないわけだ。逆にね。うん。そう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 。あ。で今処理をこうやってると、ずっとやってると。すごいな。なんかあれですね、うん、キリさんは結構正直ですね。普通、うん、普通の人やったら、うん、いやもう全然やってないよ、もうほんとちょこっと昼間にやっただけだからって言うでしょキリさんはいつ電話してもまたやってましたよ、今日もやってますわ。いや、あの関ヶ原以来もうずっとやってますよ。なごんないでしょ。バカみたいにもなごんないでしょ。いや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 、本当にああやったらこうなる言ってね。ああ、うん、その蓄積したノウハウを、うん、なんかちょっと僕らに披露してほしいですね。いや、ないですよ。あ、本当。全くないですよ。ああ、ない、うん、ないってことないでしょ。いやいや、謙虚だから。いや、本当本当。まあでもね、色情報をいっぱい取った方がいいっていうのは、それはやっぱあると思いますよ。うんうん、これはやっぱり、うんうん、必要やと思うな。うん、安価な何かこうね、カラーシストじゃないけど、そういう同時撮影系っていうのをやったら本当はいいんでしょうね。うん、色を、まあね、それが、うんうん、一番いいけどね、うん。そうですね。まあでもね、L は冷却。うん、でカラーはデジカメっていうのはね、ちょっとまあ僕が今そうなんだけどね、ちょっと抵抗あるよね。ああ、そっか、全く別物だからね、うん、画像の質がね。そうやね、うん、まあデジカメから始めてるから、うん、まあデジカメのいいとこ分かってるで、やっぱり冷却のいいとこってやっぱあるからね、うんうんうん、あ、なるほど、そうか。まあそうですね、僕も 6D 使ってきたけど、うんうん、あのやっぱ手軽にねワンショットだし、うん、で時間の軸の時間軸のそのかぶりのズレがないから、うんうん、やりやすいんだけどね。ただ、うん、フラットの補正はやっぱり空の色合わせなあかんでしょ。あーはー、うん、そこはやっぱねちょっと、うん、レベルが高い、うんうん、ワンショットでいくからそれを、うんうん、モノクロはねもう全部分解するから、もう、うん、あのバイアスでカウント合わせればとりあえず取っときゃいいみたいな感じで、うん、合わせに行かなくてもいいですもんね、うんうん、あれね、うん、そのデジカメでね、まあよく偽色が出るとか、推しの色が出ないあるじゃないですか、はいはい、あれはあのディザーガイドやっても避けれないもの。ね、その偽色の出方があんまりにも強烈なパープルとか、うんうん、グリーンとかやと、うん、それをディザーで、まあ、複数枚スタックして、うんうん、そうすると結局その、まあ、パープルとかいろんなこうカラフルが全部20枚を、うん、まあ、割る20で加算平均するじゃないですか、うん、そうすると結局ね何も無色になっちゃうんですよ、うん、そう、結局星の色のその微弱な個性が、うんうん、で出ずまま、うん、あの平均化されるみたいな、そんなイメージですね、うんうんうん、なんかあのほらモノクロで撮った時に、うん、もう微光線までがっつりこう色がね、あ、うん、この星はこの色だみたいな、うん、そういう感覚はないですね。
うん、ただねウェブレベルでは分かんないような感じだから、うん、もう本当まあ自己満足、うん、そこにお金かけるかどうかみたいな話ですよね、うんうん、あとね違いはねやっぱりほら星雲の中心部とか、うん、明るいところとりわけ、うんうん、そこがねデジカメだとこう寝てしまうようなのぺーっとなってしまうようなところが、うん、くっきりこう色出たりしますよね、うん、そこは結構ちょっと違うなって思いましたね。うん、うん、そうそう、まあそれぞれ良し悪しですね。まあね、それはやっぱりベイヤーっていうか、うん、なんかあるんですかね、4分の1か何かになっちゃうからかな。もしくはね、もしくはデジカメのその下処理、現像処理入っちゃうっていう、うん、どっかで内部でもうなんかそういうガンマ処理的な、うん、なんかやってるんですかね、丸めるみたいなそのハイライトの広域を、うん、そうそう、そういうのあると思いますね。まあ画像処理自体はね、ええ、作業は変わらないでしょうからね。うん、うん、うん、まあね、下処理やっちゃえばね、もうその後は一緒なんですけどね。うん、うん、そう、まあ手探りですね。うん、まあでも、まあでも、よっちゃんがね、うん、あれやり始めて、うん、もうあっちこっちでみんな やり始めてるからね。同時撮影ですか？うん、ああね。すごいね。うん、まあほら安い機材とかでもどんどんみんなやってほしいですよね。うん、うん、安かな10万円以内ぐらいの、うん、まあ今でいうあのウィリアムオプティクスのね、ああいう鏡頭とか あれだったら3本搭載できるじゃないですかRGB ってカメラの方が持たないけどね。うん、そうそう、モノクロでもっと安いのが出ればいいのね、10万以内で買えるような。そうやね、うん、じゃあもうそれこそ3本並べてやりますよ。うん、そうそう。いやいや、なんかあれですね、キリさんと話してると画像処理系の話で結構スムーズにこう進みます、ね、そう、うん、まあまあいつもほらこうやってね画像処理の話してるじゃないですか。うん、いやでもよっちゃんの場合はこう研究熱心じゃないですか。いやいや、そんなことないですよ。こう僕らなんてこう教えてもらうでしょ、こんな方法あるよとか言って、うわこれはすごい、でもそれに没頭するわけですよね。でこんなんできたけどとか言って、あまだ、呼んでよっちゃんに見せたら、よっちゃんはあまだそんなことやってんの。あれ映り気だから、なんかもうその時々でこう流行りが違うみたいな。もう終わったの自分みたいな。また次の新技を見つけてるからね。いやいやそんなあれですよ、発見したって思ってもね、うん、大したことなかったりすることが多いから。いやいやいや、うん、研究熱心ですよ、ね、いやここ最近はもう全然画像処理をやる気が起こらない、うん、今ようやくですよ、ここ数日ようやくなんかね、うん、ダークフラットとか、うん、この間のスバルもほんとやつけだったからね。うん、いや、うん、スバルもねキリさんにダメ出したよね。星ずれとるやん、星の色何やったっけ、あ、色ずれ起こしとるやんけってね。そう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 、まあまあそんなノリですよね僕らね。うん、あ、そういう感じで結構、うん、なんかいいですよ ね、うん、そうそう、思ったこと言い合えるような感じで、まあああいうね、うん、画像処理の研究会みたいなのもね、うん、すごく勉強になるよね、うん、そうだからね、各地でねああいうオフ会を、うんうん、今後ちょっとやっていきたいなと思ってね、うん、まあ一つはやっぱりまあほらこう潜在的にブログとか表には出てこないんだけど、うんうん、埋もれてる人たちが結構いるんですよ、うん、天文ファンが、うんうん、そういう人たちに来てもらう、はいはい、で技術を提供する、うんうん、でやっぱりもう一番の目的はこうそこで交流深めて横つながりをっていう、うんうんうん、そこやっていけばね、このまあ層がどんどん広がっていくとは思うんですよね。うん、うんうん、そう大事ですよ。そうですね、うん、だからね、まあ年末に一応今まあ検討段階だけど考えてるんですよ、うんうん、年末のところでぜひちょっとキリさんにも来ていただきたいなと。うん、まあご予定が合えばね、うんうんうん、もう大阪ですからまさに、はいはい、そう、まあちょっといろんなこう企画を今練ってる段階なんで、うん、またねその辺決まってきたら、そうですね、うん、そちらにも案内回したいと思います。ぜひぜひ、はいはいはい、ということで今日は、まあ、関西のね、まあ、結構有名なキリさんという方とまあ画像、まあ、今後もちょっとそういう話していきましょう、はい、画像処理系に、はいはい、ということで、はいはい、本日は以上となります。ありがとうございました。どうも。